どうも、ゲームズ山田です。オータムイベント春分の日また春分って言ってんだよな。コメント欄でめっちゃ言われたよね。秋分の日イベント来ましたね。ということでショップ、はい、ボックス並んでますね。スペシャルボックスからスーパーハイパーボックスと、なんか見覚えのあるね名前たちなんですが、中身実際見ていきましょう。はい、まずはスペシャルボックス、こちらがポケコイン480個で、スーパー化装置が3個とレアモジュールが5つ、そして、スーパーボックスの方が、はい、付加装置、スーパー付加装置が5つで、幸せ卵が追加になりましたね、そしてルアーモジュールが入りました。それぞれ4個と10個。そして一番金額が高いハイパーボックス、こちらが1480ポケコインでスーパー付加装置、さらには幸せ卵と、ルアーモジュール8815と並んでおります。これどれ買おうかってやっぱ皆さん悩むと思うんですよね。ということで早速ね、ゲームウィズの、うちのライターチームが、記事ちょっとまとめているので、そちら見ながらね、少しお話ししていきましょう。僕個人はね、実はスペシャルボックスが、おすすめですっていう理由もね、ちょっとあの記事を見た後に少しお話ししていきましょう。秋分の日イベントのボックスは買うべきか否かという、まず販売期間ですねが今日23日、9月の23日から、10月の2日まで、この間販売しておりますが、正直ねこれきっちりで終わるかどうか微妙ですね。まあいつもねちょっと延長されたりとかありますからね。はい、でボックスの中身がこれ書いてありまして、でまあスーパー付加装置の解説ですね。これ僕以前の動画で全然あの計算を間違ったやつを口頭で言ってたので、ここで再度ちょっと紹介させていただきます。スーパー付加装置を使うと 1.5 倍の速度で卵は付加されますので、2キロ卵なら 1.333 キロ、5キロ卵なら 3.3333、10キロ卵 6.666、まあ、10キロ卵は非常にお得ですね。どれがお得なのか、スーパー付加装置だけが欲しい場合、つまり付加装置じゃなくてその幸せ卵とルアーモジュールパンパンになっちゃうなみたいな、ボックスの焼き容量そんなにないからいらないなっていう方ならば、スペシャルボックスがいいってこれ書いてありますね。付加装置の数が3個を、まあ、単価1600コインポケコインでもらえると、ハイパーの場合は1個が180ポケコインになるから、ってことですね。まあこの考え方っていうのは、幸せ卵とルアーモジュール、これがあくまでおまけであるという考え方で、そのおまけにポケコインをあまり割きたくないなと、そういった方の場合は、これがいいんじゃないの、スペシャルボックスがいいんじゃないのと、そういう考え方でございます。そして幸せ卵とルアーモジュール、これも欲しいよっていう方ならば、やっぱりハイパーボックスが一番お得になるっていう感じですね。はい、アイテムの値段で比較していきましょう。スペシャルボックスの容量ですね、入っているアイテム、まあ、ルアーモジュール5個は通常のポケコインで考えると420ポケコイン必要だと。で一番下、まあ、真ん中のスーパーボックスはまあ合間取ってる感じになっちゃうんで置いといて、ハイパーボックスは幸せ卵とルアーモジュールの数を、本来だったらこれを全部買うだけで1675ポケコインかかるんですよ。これが1480ポケコインで済んでいる、プラスアルファでスーパー付加装置が手に入っていると考えれば、まあポケコインあたりでいうとね、ハイパーボックスが一番いいよということが、分かっております。真ん中を買うって選択肢は正直ないかなと、スーパーはないかなと思ってます。スペシャルオアハイパーで、僕がなぜスペシャルボックスを今回おすすめするって先ほど、お話ししたのか、理由は簡単で、ルアーモジュールとそして幸せ卵の消費量がおそらくハイパー、このスーパー付加装置にとのバランスが多分おかしくなっちゃうんですよ。どういうことかというと、 1.5 倍の速度で卵が付加できるってことは、多分土日とか平日皆様動くと思うんですね。その時に果たしてこのルアーモジュールと幸せ卵をずっと使い切ることができるのか否か、まあ、常に幸せ卵を使うっていうような方ならば、まあまあまあありだと思うんですが、今僕ね実は日比谷公園に来てます。で日比谷公園というのは今多分画面出てると思いますが、はい、こんな形でものすごくポケストップがいっぱいあるんですね。でここだったらモジュールを差しながら、その5プラスでポチポチしながら、その経験値も稼ぐっていうようなことは、まあ、できると思うんですが、あの付加装置の数と幸せ卵とそしてムルアモジュール、ポケストップ密集地域もしくはソースの密集地域にいる方ならば、まあ、使用はあると思うんですが、本当に大きくてかつソースやそのポケストップも多いような公園にこの土日とかに出向く方、もしくはお住まいの近くにのその例えば本当に街ですよね自体のポケストップが多い、そういった方ならば
今回一番高いハイパーボックスですね、1480円のハイパーボックスを買うというのはありだと思いますが、短期的に考えるならば、今回の期間中しかこういうアイテムを買わないという方ならばスペシャルボックスがありだと思います。まあ、もちろん今後のことを考えて、将来的に幸せ卵とルアーモジュールを使いますよっていうことが前提としてある方ならば、今回買いだめをしておくという考え方で、まあ持つのは OK だと思うんですが、数がすごいじゃないですか。まあハイパー孵化装置はすぐ多分消費されてしまうと思うので、幸せ卵とルアーモジュール合わせて23個のアイテム、ボックスパンパンじゃない？アイテムボックスってやっぱ皆さんね、そんなに余力がない人の方がほとんどだと思うので、まあ、僕としては、今回の期間中そのスーパー孵化装置を買うならば、まあ、スペシャルボックスでいいんじゃないかなと思っております。すげえ、今公園の中に伝説の卵2個出てますね。激アツだ。じゃあちょっと説明もぼちぼちで終わったんで、ちょっとこいつらを待ちながら、なんかね、イベントやってんじゃん。なんなんだろう、ちょっと行ってみる。なんか韓国の料理めっちゃ出てるんですけど、なんか日韓交流フェスみたいな、あ、そういったものみたいです。腹減っちゃうな、これ。フルダックってどういう意味？これは、はい、木の意味で、ダ、はい、ックは鶏肉、はい、あー、なるほど、はいはいはい、あ、一つください。じゃあ、ちょっとだけポケゴを休憩して、はい、韓国のプルダック麺、ちょっと辛い鶏肉の焼きそば、いただきます。あー、思ったほどね、辛くない。玉ねぎがシャキシャキなんだよ。こういうの好きなんだよね。あ、うまっ。はい、ということでごちそうさまでした。ですね、すぐ近くの伝説レイドがあと5分で開始しますので、今そのねすぐ近くで待機中なんですが、手持ち無沙汰なのもあれなんで、この間にちょっと質問コーナーやっていこうと思います。はい、それでは1つ目の質問いきましょう。のんのん H さん、質問。山田さん、お疲れ様です。オータムイベント始まりますが、山田さんはどこでポケ活するのが効率的だと思いますか？ EX がパスが来ないならせめてイベントで頑張りたいです。はい、ということなんですが、まあもうこの動画がすでに一つの結果なんですが、正直孵化装置をいっぱいその使う時期になるから、歩きやすいところ、だからでかい公園とかが個人的にはおすすめですね。で、今日僕が来てる日比谷公園は、まあ、都内の中でも、まあ、代々木に並ぶというか歩きやすさ、まあ、広さは代々木の方が上なんですが、その、なんていうんですか、ポケストップが非常に多いので、モジュールも刺しやすい。で、刺してる方多分この時期多いと思うので、日比谷公園とてもおすすめです。で、都内とかそういうの関係なしで言うならば、基本的には、やっぱ歩きやすいところ、道路が狭いところってどうしてもね、移動距離稼ぐにしても、長いことね、その歩いて、周りに気ぃつかなきゃいけないと思うので、まとめると、ポケストップやソースが多い、歩きやすい場所ですね。が、自分のお住みの近くにあるならば、そちらに行くのが、いいと思います。まあ、それか、まあ、ぶっちゃけ歩きやすいところだけでもいいんですけどね。スペシャルボックスだけ買って、今回は負荷だけしかしませんみたいなね、そういう風にするのはありだと思います。マダラさんの質問ですね。ポケモン GO とは関係ないですが、山田さんってお肌すごく綺麗ですよね。どんな手入れしてるのか教えてください。綺麗という自覚はないんですけどね。たまに言われますね。何なんだろう、動画だからそう見えるだけだと思いますよ。
実際会ってみたら年相だと思います、はい、別に何もしてないですマジで、洗顔もダブですし、はい、行ってみましょう。質問、これはるさんですね、質問、もう進化アイテムって必要ないですか。いやそんなことないと思いますけどね。あのメタルコートならば、まあハガネイルも種族値別に悪くないですし、あとハッサムもね火力があるポケモンですから、ただまあミュウツー対策としては微妙だよねっていうことがちょっと結論としてね今僕の中でできてるのであれですけど、でもとはいえハッサムやっぱり使いたいなって思ったりするので、太陽の石、まあ、太陽の石はねなんか即戦力的な感じで進化系を使う分にはな、 CP と個体値が高かったらポンと作っといて、あーちょっと草1匹欲しいなみたいな時に使うのはありじゃないですかね。図鑑埋めのためっていうのだけで割り切っちゃうんだったらいらないですけど、そこそこ強いやつらも混じってるので、うん、一応持っといていいんじゃないですかね。これですね、質問です、テレビ TV 石井さん、山田さんが一番好きなポケモン教えてください。人手マンです。リンリンさん、質問、新イベントで手に入れた2キロ卵はイベントが終わった後もレアポケモンが出るのですか。はい、こちら出ますね。あの入手した期間もしくはその土地ですねにその卵の、中身というのは依存するので、イベント期間中に2キロ卵をゲットして、それが例えば1ヶ月孵化させなくてその1ヶ月後に孵化装置入れましたと、でそいつを孵化させたら中身容疑出すってことは、可能性はありえますので、これはまあ、出ることはあるといった感じですね。はい、では次行きましょう。はい、この質問はね実はね答えたくても答えられなかったんですが、今回ちょっとこっそり答えちゃいます。はい、木内48さん、質問、シゲルパーティー高個体集める企画はどうなりましたか。はい、この質問来る方は結構ね長らく僕の動画見てくださってる方です。ちょうどグリーンパーティーを僕が高個体値揃えるって企画を走らせたんですけど、あれがパート1だけで今止まっちゃってるんですよ。この理由は単純明快なんですよ。企画自体の人気がなかったことによる、上からの打ち切りという指示ですね。はい、あのですね、僕個人の、結構裁量で動画一発目って出せるんですけど、その後ですよね、継続するってなってくるとやっぱり数字ってものが大事なんですね。やっぱ僕はその会社に所属しているので結果を出せというまあ、ことは言われるので、あれがね、あの当時いろんな動画出してた中でもかなり再生回数悪いものでして、うん、僕自身はああいうのすごい楽しいから、まあ、全然やりたいなと思うんですけれども、高個体値を集める時間がすごい、まあ、そもそも、収録の準備がかかる、でその割に数字が取れないっていう企画はもちろん会社としてはやってほしくないっていうのは、まあ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 僕も言われたから、まあ、納得してるんですが、ということがあります。なので実は他にもなんかこんな感じの企画やったけど、そういえばやってなくないみたいなものが何個かあるんですけど、その手のものはまあそういうことだと思ってください。はい、再生回数がないイコール人気がない、人気がないものはやらずに人気があることをちゃんと頑張ってくださいと。はい、基本的にはそういった方針ですね。はい、山田チャンネルは、僕の一存ではないということだけご理解いただければ、嬉しいです。ではそうだ、質問というか前回のコメント欄で、あの僕動画の中でか、鳥取砂丘、11月の鳥取砂丘どんなもんなのかちょっとよかったら教えてくださいって、あのね募集したら結構鳥取住みの方もしくは鳥取にその旅行とかで行った方からコメントいただきまして、すごい参考になります、ありがとうございます。めっちゃ寒いみたいですね。あと風も出るともう遮蔽物がないからめっちゃ寒いと、いうことを言われましたので、まあ行く場合はちょっとあったかい格好して行こうと思います。ということでちょっと水訓レイルやっていきますが、多分ねちょっと動画長くなっちゃう、この辺で、一回切らせていただきます。水訓レイルに揺れんちゃう、頑張っていきます。ということでね、秋のイベントみんな楽しんでいきましょう。とりあえず今回この辺で終わろうと思います。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。